青年祭の熱気も冷めやらぬ8月17日から23日まで恒例のモンゴル児童支援訪問団モンゴルサマーキャンプ2018が行われ、24人の参加団が大陸に渡りました。モンゴル児童支援はモンゴルの子どもたちに文房具の贈呈などを行うもので、教主様の御心により平成17年に始まりました。各年で開催されているモンゴルサマーキャンプなどを通じて、今も継続して行われている人類愛善活動です。そして今回の支援地に選ばれたのは、19日に参加団が訪れたモンゴル国ウブルハンガイ県グチンウス村です。この村は平成21年6月9日、人類愛善会の協力のもと、世界連邦都市宣言をモンゴルで初めて行った自治体であり、またサムダン・ゼデンダンバ人類愛善会モンゴルセンター会長の故郷でもあります。またグチンウス村では大地のサジープロジェクトが行われています。このプロジェクトは人類愛善会と日本に本部を置く国際医療ボランティア組織アムダとの共同で実施され、モンゴルに自生しているグミ科の植物サジーを定植し、現地の緑化、環境保護、モンゴル地方の活性化に貢献しています。子どもたちとの交流やお互いの文化体験などを通じて、モンゴル児童支援や人類愛善活動の意義に触れた現地での青年たちの様子をご覧ください。そしてモンゴルの方たちのいろんなご助力準備いただいた中で、私たちのできる精一杯をさせていただきたいと思っています。我々が行くコチンウス村の村長さんのナングル・アルクチャさんが挨拶してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それで、バギンが戦った。
取れんねん、それが。それが。あ、分かりました。指にね、ミルクを少しつけてね、そうするとよく出るよ。濡らして、指を濡らすの。そうね。カルピスの創業者はモンゴルに来て、その発想を生まれたからね。モンゴルから持ち行った金がそのカルピスになったんですよ。おー、ずっぺー。やっぱり。まあ、私たちも嬉しいのはね、この青年たちが多いということで、で他の村の人々もね、やっぱり日本のこういう団体と付き合いしてるとか言うと、なんでこういう交流ができたのとか、その流れができたのかとかよく聞いてきます。村の村民みんなでですね、この世界連邦のことを理解してね、村でこの宣言したことにはね、本当に誇りに思っています。ハロバロ日本からモンゴルまでいらっしゃって、そのモンゴルの中でまたうちの村をね、村まで足を運んでいただいた皆様に、特別にあの子供たちを代表して感謝申し上げたいです。なんですけど、たくさん交流して、これから一緒にまたあの世界に向けての活動を一緒にさせていただけたら嬉しいなと思いますので。はい、はい、一緒にね、はい、1、2、3、さあ、俺看板があります。で、アムダというのは
Урлагийн давлагт ирд ухсан сууч таахан сойрхно. Сэрэдэва, Нихонто, Монгорно, Динто, Бунка, Гэж, Цуно, Хироо, Хажиме, Састе, Ита такимас.小学校での交流はしっかり勉強されてまして、まあ、みんな目が輝いてて、日本の文化を勉強して、いただいているのが、まあ、嬉しいなと思いましたし、まあ、逆に、こうやって大元の伝統芸能を含めて日本の文化を伝えるっていうことが大事だなと思ったので、まあ、私自身も、もっと日本の文化について勉強しないといけないなというふうに反省をさせられました。こういう活動があったらまた参加したいと思うし、その他の国の人たち、日本だけじゃなくて世界の人たちと一緒に世界平和を目指していきたいと思います。